おはようございます。時刻は朝の7時でございます。今日もね、暑い一日になりそうでございます。今朝活終わりで、ラジオ体操終わりで、歩いてね、ちょっと休憩して、涼みながら帰っていきたいと思うんですけど、昨日ですね、築山和歌選手がインスタライブをされてて、で、築山和歌選手のインスタライブは僕多分見たのは初めてだと思うんですよ。渡辺桃選手で、夏っぽいのを見たことありますかね。で、まあ、桜井選手は積極的にしてて、で、この間は上谷選手もね、2000人ぐらい見てましたからね、だいたい100名ぐらいだったんですけど、築山和歌さんの思考というか、築山和歌さんがどういうことを思ってどういうしてる、なんか素を出せて話してるっていうのを見れたのは結構嬉しかったなっていうふうに思ってて、やっぱ僕はすごくややこしいことを言いますけど、築山和歌選手にはすごく不満があるんですけど、築山和歌さんに関しては、まあ、すごく愛されてて、優しい、上谷選手が誹謗中傷だったりとかですごく苦しんでる時にレディーシーさんと築山和歌さんがすぐね、リポストして注意喚起を促したっていうのがあったりとかしてて、実際頭もいいですし、一回ゲーム実況してる時があって、ゲームでなんかこのチームで対戦して一番高い人がなんかこの CM に出れるみたいなのがあって、そこでなんかこう結構正確性が出てるみたいなのがあって、まあただですね、インスタライブ見てたら、やっぱこの選手に対戦してほしいなとか、この選手に活躍してほしいなっていうふうに思ったなみたいな。だけど、この不遇なところがあって、やっぱこのインスタライブ見てたら、やっぱすごく言葉に気を使われてて、頭が良くないと多分インスタライブできないんだろうなみたいな。で、ファン層も結構アニメに偏ってて、まあ後ろが漫画本やってて、漫画が好きで、基本漫画とかアニメの話、プロレスの話は、まあ1割ぐらいで、あと基本漫画アニメ。で、あとなんか結構、これ面白いと言っていいのか、なんかすごくこれ会社に怒られちゃうから言えないけど、まあ、みたいな形で話してて、まあそこは僕は詳しくは言わないですけど、やっぱこの大きい会社になると結構発言とかに縛られてて、だからなんか会社の怒られるぐらいならいいけど、インスタで、ちょっと不用意な発言でバンされたら嫌だから、だから発言に気をつけないとね。なんかまあそこら辺とかやっぱ頭いいですよね。まあそういうバンされるような発言をしたがる傾向にあるから、だから輝きラジオには出れないな、みたいな。なんかそんな話をされてて、築山さんって、こういう方なんだ。で、ファン、いや、マニアっていう人もいるんですけど、だからどうなんですかねとはちょっと思ったんです。選手としてはもう対戦しないっていうのがもう分かってるから、こうやってライブだったりとか、こう渡し会とか撮影会だったりとか、サイン会とかで顔を合わせてくれればいいかなみたいな。だから若マニアとして、ヒップバスターして今最近なんかずっとやられ役ですから、見てて辛いと思うんですよね。そういう風になると。ベルト戦線も絡めないし、フューチャーも結局取れなかったし、で、ニューブラッド行くぜっていう風になって、花子行くぞっていう風になってたりすると、いやいや、ニューブラッドマジで、出場権というか、ないから、マジで来ないでって僕は本当思ってて、築山和歌選手が、こう、ゴッテス狙いたいだったりとか、ハイスピード狙いたい、赤白 IWGP ストロング狙いたいって言ってくれたら、すごく応援したいんですけど、ニューブラッドってずっと言ってるのが僕の中でやっぱ、応援しづらいとこの一つなんですよね。でもなんかこの、やっぱ、プロレスって自由に表現するとこだし、もっとこうやって行けよとか、もっとこういう風にしろよっていろいろ、言われてる、思われたりしてるけど、でもなんかこのインスタライブ見たら、こういう言えないことの制限が多いから、こうとか、まあだからしたくないことをするとか、まあ例えばですけど、築山和歌選手の SNS って基本的に自撮りとか、その可愛い系というか、の写真がとかが上がる。だからレディー・キー選手にちょっと似てるなと思って。で、コウゴ・モモ選手は食事とか筋トレとかしてるのを結構上げるんですよ。で、キット選手は結構自由で、まあトレーニングも上げるし、で、天崎選手は最近ギャルっぽい感じ出してきてるみたいなのがあって。
ああ、これって自分たちがやりたいよりはやらされてるというか、ああ、とかそういうふうな深読みの仕方もしていくと、まあそもそも僕は全レスラーは好きですから、選手としては好きか嫌いかは分かれますけど、何々さんとしてね、築山若さんとしては、やっぱこう、人間性がね、こう、できてるというか、だけど、じゃあなんでその選手が、まあ、まあ、性格的なところなのか、まあ、会社に押されて押されない問題なのか、ああ、本人の努力不足、まあ、これは白川皆さんが、ああ、してますからね。だからなんか、花子がアメリカでの大会で試合出てますよっての動画で上がって YouTube で見れてるんで、だから本来であれば、5スターグランプリに出場してる選手が、花子より成長しないといけないとは僕は思ってるんですけど、まあね、ただ、築山選手は今回5スターグランプリ出れてないから、多分来年はもっと出れないですからね、今年出れなかったら来年はもっと出れない。まあ、もしかしたらもうね、出場点絞るかもしれないですからね。試合数とかが多すぎるんで、選手の。まあ今回欠場者はいないですけど、まあ、いい整体とか、なんかそういうのにはなってるんでしょうね。各選手は今日整体行ってきましたとか、築山さんも整体行って可動域が広がりましたっていうような挙げてたんで、多分、まあ、試合だけじゃなくて、その後のメンテナンスとか、ケアっていうのが入念になってるんだろうなっていうふうに思うんですよ。まあだからそこがいかに大事かっていうことと、まあ選手の自覚とか。で、まあ実際確かインスタのアーカイブでは残ってないはずなんで、ライブは多分残せないことしか言ってないから。まあね、ちょっとね、おすすめとしては、レスラーのね、インスタフォローして、まあ、やってるのが多いはインスタライブなんで、まあ、人によっては、会社によっては、団体によってはショールームとかあるんですけど、まあそこでね、人となりがわかるんで、そうなると、なんだよこの選手とか、なんだこの選手はやる気ねえわとか、まあ俗に築山選手、レディ選手、尼崎選手とか、まあ桜谷選手もちょっと一歩足入れてますかね。とかね、不満を持ってる人って結構多いと思うんですけど、インスタライブで見たら、ああ、すごく素敵な方だなと。だから、何々さんは好きだけど、何々選手はちょっと頑張れようと思うから、そこをちょっとうまく使い分けないといけないっていうのはあるんですけどね。ぜひね、スターダム見てる方。スターダムだけじゃないと思うんですけど、レスラーがね、インスタライブたまにしたりするんで、そこで話聞いたりとか、ファンとのやり取りしたら、やっぱレスラーってかっこよくて強くて、キラキラしてるんだな、で、人間性ができてるんだなっていうのを感じることができるんで、ぜひね、見てみてください。